ちなみにあの僕はのマジでお金ありません。今この1000円の字で当てます。いくよ、いきます。俺の人生は晴れ時々終われ。いいね、いい人生だよ。俺の人生は晴れ時々終われ。いいね、いい人生だよ。息を吐くより負けを重ねる球団、どうも岡本です。なんでこの球団応援してるのかわからなくなってきました。地元球団だからじゃもう説明つかないから弱すぎるやろ。弱さが応援するキャパシティを超えてるわ。これ怖いのが細川って元気ドラフトなんで、あの中日にいない可能性があったってことよね。細川いなかったらどうなってたと思う。球団解体や。救世主すぎるよねマジ。ただそんな状態でも辰巳って解雇されへんね。驚くなよ。あな、3年契約の2年目や今年。来年もまだまだ見れるぜ。頭おかしたろ。関根にうちの監督教育してほしいわ。てかレベル334。俺もレベル上げらんねえよこれ。というわけで今回はガチャを引きます。今回はガチャを引かなかったことがあるのかっていう話ですよ。まあそんなわけでね、引きますか。やっちゃいましょう。とりあえずガチャ見ようか。そうしなきゃ始まんない。おお、なんだこれ。当イベント期間中にエナジーの日本語で OK。 はい、大丈夫です。大丈夫、いない問題だ。お、田島や。田島人、田島春、いいね。伝説の田島ですね。お、 T 岡田、東岡田。30%だな。西武の枠井、あ、違う選手です。彼は中日早抜きだよ。あ、フェルメール新井、広島ファンのおじさんね。ネタキャラ多くないから。マッスルミュージカル。セリーグネタキャラばっかりなのこれ。この後は阿部に縛られます。わあ、マル、マル、広島のマル。ここちょっと消えてますね。どうしよう。ネタとしては面白いけどな、みんな弱いな。でもこれでもあのタズマ引けたらね、俺のイニシエのタズマアップデートできる。 2.44、 こんな時期あったの。浅尾、操作、田島、岡田、この盤石な中津ゲースの系譜。その後ロドリゲ、誰だそれ。誰だこれ。ごめん、わけわからんこと口をしてもさ、ごめんごめん。やっぱ戸方この年やな。この年のバトルスタジアムなのは畠山とのパンサー対決で、ブラマヨ吉田にこの桜もなら捨ててますねって吐き捨てられたやつや。ワクワクさん、あの伝説の写真が生まれた年やね多分ね。そうじゃない。ああ、9勝多いな、さすがやで。ええー、ねえ、16勝6敗。ああ、今と逆だ。逆だったかもしれねえ。辛いです、辛いです。辛いさん2位におって阪神に来たからな。スローイング F。 まああの鳥谷との画像見たらそうだよ。そらそれるわけよね。そして沢村ですね。コントロール B、 コントロール B ならあんなことにはならない。マッスルミュージカルさん、筋肉がエキサイトしてるわ。どこっせーなこの時。今じゃあんなプロレスラーみたいになったのに。マルはシンプル強いな、ね、マルイがこれみんな能力しぶりすぎじゃない。欲しい選手がネタでしかいねえわ。てか広島煽られてんなこれ。昔広島だった選手が2人も出てるわ。ここちょっと消えてますね、案件打たずや。じゃあどうしようか。トイレコンから説はこちら。新井、沢村、田島、どれが引ける、終わり検証します。し絶対いるかと言われたら微妙です。ネタとしては欲しい。そんな気持ちです。犬の気持ち、猫の気持ち。ちなみにあの僕はあのマジでお金ありません。今この1000円の字で当てます。いくよ、いきます。俺の人生は晴れ時々終われ。いいね、いい人生だよ。俺の人生は晴れ時々終われ。いいね、いい人生だよ。いつもあの1万円の字とか持ってるけどね、そういうの見せてるのが良くないかもしれない。運営がこんなに持ってるならまあこいつは当てなくてもいいかみたいなね。逆に1000円の字しかないところを見せて少ないガチャ数で当てられるんじゃないかと。そういう浅かな考えでいきます。まあこういうこと言ったらもう分かんないけど、意識すると分かんない。もう神様に聞こえるから俺も。まあでも当たるよ。そんなことはなかった。うーわ、そんな前優しい人間じゃないと分かってたよ。あ、決めた。ショートゲームなんてもうええぜ。最初のガッツで毎回キムの全部やめろ。キムのログインボーナス、ファクションなんもいいことないな。俺がキムの出ることによって、あの貧困層のね国でねワクチンが打たれるとかだったらいいよ。あのコナミの懐が潤うだけなら許さん。許せ、ぶち切れるわ。はい、そんなわけでね、まあこんなもんよ。次行きましょうか。これ30連丸確定じゃないけど当てちゃう。
キリングファンファイトパスターズ。じゃあ確定の10連いきますか。いきます。でも俺誰が一番欲しいんだろう。今回飛び抜けて欲しいやつがいないな。沢村もあの先発限定やしね。技術もクソもないときな、沢村ね。筋肉を細い筋肉を全て凌駕するんだよね。田島もまあ新しくなればいいかなぐらいのね、全然期待してない気持ちだし、あれがでもすっげえ弱体化してたしな。でこれ自チームサイコロは神よ。もう田島確定。田島春建設ならず。もう得て田島春とか懐かしいな。でもな、タケダズシマッスルミュージカルの時代な。押さえがぐっちゃぐちゃな。あパッと押せんしたなとか。ラストつらいですつらいです。荒井くん、まあ当たったからこれ企画終わりでいいけど、まあ嬉しいけど嬉しすぎないけどね。うん、このまあ40連目いきますか。残り200エナジーしかないよって神様見せた上でいくわ。神様終わった、もう終わり。これで今回終わりです。神は言っている、ここで死ぬ定めではないと。俺愚行していいか。お母さんに3万もらったのよその前、なんかに使いって。このためだったのかな、このために俺3万もらったのかな。いやでも人としてそれはどうなんだ。あはぶちがます。神は言っている、ここで死ぬ定めだと。あらやも引いたから、もう今後被りがってもやめます。被りが出る前に丸とか田島欲しい。トイレコンから説はこちら、アーライ、沢村、田島、どれが引ける終わり検証しますし。ちなみに見て、この田島これ2017田島激レアやろこれ。誰が持ってんの他にこれ。あれちょっと待って、お世代も一緒やんけん。どっちが強いんだこれ。ワンチャン今の田島そのままスピカイフ押したの方が強いって言ったらどうしようか。わからん、わからん、やっちゃえ。関係ねえ、ここから1枚もエース出ない可能性もあるからな。この前3万1枚も出ることなく死んでるから、ここは頼むで。これとかひどいよな、このラインナップなら自重ありにしてくれよ。60連目なあ、この時期でこのラインナップはひどいよね。選手が悪いわけじゃないよ、コナミと荒井が悪い。この時期の TS で一番最低じゃないこれ。もしこの時期の自チームなしだったら取りたいとか糸井とか洗い場とか来ました。ありがとう、きしいしい感謝感謝。どこに来るんだ、もう来ちゃった。戦え、危なこれ。畑本一緒に出てたろう、桜本見間違いですだろ。ラインナップに入ってないな。さあ丸とか丸とか高野とか欲しいな。この時期の TS にしてマジ渋すぎだよな。出し惜しみすなよ、宇宙監督がとりあえずでも出し惜しみしねえぞ。今いいのかな、トレンド出し惜しみしないのに、ね、大体は出し惜しみするし。おう、次当ててやらー、できるー、出直せ。クソだよ。そうそう、ガチャの神様見てくれてるだろ、この子8万人抜きぐらいさせたろかーってね。Sランクって排出されてます、タイムスリップってそういうこと、どういうこと。TS ってそういうことか、テレビにあげる S はねえってね。ぶっ飛ばしたのかな、そういう意味だったらパワハラ見せちゃうと、パワハラ、うん、トゴが一番パワハラ受けてるけど、トゴってなんであんな感動するんだろうと思ったら、あのブルペンで今村控えてるかららしいわ。トゴに味方いないんか、悲しいね。よいしょー、ありがとう、素直にありがとう、素直にシェイシェイ、感謝感謝、おいしい闇、感謝感謝です、ありがとうございます、ありがとうございました、いらっしゃい、いってらっしゃい。あのさ、俺実はさ、ほんのり西川とかも欲しかったからさ、いろんなやつ狙いながら西川も取れたらいいななんて思ってさ、朝霞の考えでした。ちなみに今する話じゃないけど、あの朝霞とか今年のプロ野球の順位予想やばすぎた俺。引退戦中日1位ってこっから中日20連勝しても借金あるってやばくない。まあ2013ヤクルトには負けるけど、先発適正しかないカラカラか、あんなに垂れ目可愛らしいのに、やばい、おかんからもらった金が尽きるわ。でごめんな、史上最低のガチャなんか言って、選手は悪くないから、コナミが悪いよ、もはや洗いも悪くない。一番の悪は僕だったかもしれないね、僕みたいな人間は死んだ方がいいのかもしれないね。ガチャも紙引きもできない、引き球団も弱い、俺には何ができるんだ、何が残ってるんだ。起きたー。
これは神、俺の我慢汁が溢れてまうわ。もうカーパーが爆発しまえ。俺もパンツ脱いだ今。何やってんだお前。待ちきれねえ。来い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 、田島来い。たこのまま死なないかなこいつ。心臓ドクドクって。そのまま死ねえ調子くん。こういうの食べれば食べるほどいいから。これ G チーム来てくれれば、もうそんなもん来てもやばいよ。テクノブレイカーよ。お願いします。その原則でぶち壊す。いけー。 G チームアイス死んだか。もうしばらく見てないけど、吉田光成の一軍登板から見てないよ。おい、来たー。パンツ履いたわ。はじめじめ、カツオ好きなのにこのタイミング出られた。あれやな、あのあれ、ああ。まあカツオ出たことによってね、200勝の糧になったと思えば、まだ救われるわ。え、ここ来た。おかんに何と報告したらいいねん。おかんにもらった3万で T 岡田2枚出たよって。俺の気持ちも考えてくれよ、このみ。あ、もう最初の悩みいらんかったね。ん？あ、ちょっと待って。お、世代も一緒やんけ。どっちが強いんだ、これ。え、ワンチャン今の田島そのまま、スピカイフ押した方が強いって言ったらどうしようか。え？わからん。わからん。最初の悩みいらんかったね。結局手に入んないんだもん。計画表、田島の更新の心配、そもそも必要なかった。いいチャンネル登録、チャンネル登録、ツイッターのアナウンスしてご視聴ありがとうございます。全国の参考書、ぜひぜひ登録してくださいね。